カール・グスタフ・エリクソン・フォン・ローゼンは、スウェーデンの貴族で飛行家。爵位は白尺。探検家、飛行家のエリック・フォン・ローゼンの息子であり、ヘルマン・ゲーリングの妻カリンの甥いである。ローゼンは、スウェーデン、セーデルマンランド地方のヘルゲスタに生まれた。彼は幼い頃から機械に興味を持ち、特に航空機に魅せられた。これには、フィンランド空軍設立に足跡を残した父。 第一次世界大戦のエースで、後に、ドイツ空軍のトップとなったオバノオット、ヘルマン・ゲーリングの影響もあっただろうと思われる。ローゼンはまず、整備士としてその航空歴をスタートさせ、後に各地を巡る空中サーカス団のパイロットに転じた。ここで彼は、後々彼を大いに助ける、アクロバティック飛行のスキルを身につけた。 ダグラス DC- にムッソリーニ政権下のイタリア王国がエチオピア帝国に侵攻するとローゼンは赤十字による救援物資空輸活動に加わったローゼンはイタリア空軍による幾度かの攻撃と厳しい地理環境下を生き残ったエチオピアでの戦争から帰還すると彼は世界で最初の民間航空会社である KLM 航空で働くために オランダに赴き、やがて、KLM の一流のパイロットとなった。ローゼンは、オランダ人の妻と結婚したが、彼らの幸せな生活は、第二次世界大戦の勃発によって、終わりを迎える。ソビエト連邦が、フィンランド侵攻を企て、冬戦争が始まると、ローゼンは、KLM の職を投げ出し、フィンランドを支援するため、義勇兵を志願する。彼は、 DC-2 旅客機を購入して爆撃機に改造。さらに、この爆撃機を護衛するために、コールホーフェン社が倉庫に始造していた FK-52 戦闘機を2機購入した。FK-52 はフィンランド空軍に編入されて活躍し、DC-2 改造爆撃機は、ローゼンの操縦のもと、単独でソ連軍飛行場への爆撃飛行を行った後、 輸送機となった。一年後、ドイツがオランダを攻撃すると、彼は今度はイギリスに赴き、イギリス空軍に志願したが、ヘルマンゲーリングとの遠赤関係にあることからこれは、却下されてしまった。このためローゼンは、KLM に戻って、当時危険な空路となっていたロンドン・リスボン間の飛行に従事した。戦後、ローゼンは、エチオピア空軍の教官として、数年を過ごし、 その後、国連事務総長、ダグ・ハマー・ショルドのパイロットとなった。なお、ハマー・ショルドが、コンゴドーランの調停中に航空機事故で死亡したのは、ローゼンが、病気療養のため地上に降りていた、際の出来事だった。ローゼンとアフリカの関わりは、コンゴドーランで終わったわけではなかった。7年後、ローゼンはナイジェリアからの独立を宣言した、ビアフラ共和国を救援する。 援助団のため、飛行活動を行い国際的な名声を得た。この際に、ビアフラに困窮をし、空軍によって、救援飛行に、たびたび妨害を加えてきたナイジェリア政府に対して、腹を据えかねたローゼンは、フランスの情報当局と共同し、反撃に出ることにした。ローゼンは5機のスウェーデン製の単発系飛行機、マルメ MFI-9 を入手した。彼は、 この飛行機が戦時には攻撃機としても使えるように設計されていることを知っており、ローゼンはこの飛行機を迷彩色に塗装し、ロケット弾ポッドを取り付けて仲間の一団と共にベイビーズ・オブ・ビー・アフラと呼ばれる航空隊を結成した。そして、ビアフラの民間人を攻撃するナイジェリア空軍機の基地を攻撃することとした。 1966年5月22日から数日にわたって、ローゼン率いる5機の飛行隊は、ポートハーコート、エヌグ他のナイジェリア空軍飛行場を攻撃。不意をつかれたナイジェリア軍は、数機のミッグ -17 戦闘機や6機しかないいる -28 爆撃機のうち3機など、貴重なジェット機戦力を地上で破壊された。ローゼン白尺最後の地はやはりアフリカであった。 1977年、オガデン戦争に、戦だって発生していたエチオピアとソマリアの紛争での、ことである。再び難民の救援飛行を行っていたローゼンは、1977年7月13日、ゴーデ郊外が、ソマリア人ゲリラの襲撃を受けた際、地上にて殺害された。この活動中に、マルセル・ジュノーと出会っているハット・ゲイリー・ブレッカー、ビーアフラ、 キラーセスナズクレイジースウィーズ15オクトーバー2004ありがとうございます。